LGの3時のおやつ。今日は雨降りでございます。また雨降り、ね、天気続きませんな。ということで今日は今日のおやつ、ロアンのバニラ、ブルボン。今日はこれをいただきます。開けてみましょう。なんかこうウエハースの熱いやつ。あ、これ2枚入ってんだ。食べてみます。なんかこういうのようあるね。なんか中になんかクリームみたいなの挟んでるんですけど、バニラね。まあ、ちょっと食べるのにはこういうのいいな。お茶受けにね。それからこういうのもあるんですけど、小さなドーナツみたいな。一口サイズね。いただきます。まあドーナツの小さいやつなんですが、味はまあ一緒ですね。ドーナツの形。からもう一つあるんですよ。カスタードケーキ。カスタードケーキ。レンジで10秒とか書いてあるけど、温めても美味しい。必ず梱包から出してください。破ってみます。こういうのね。ふわふわでございます。ふわふわ。中割ったらこんな感じ。いただきます。柔らかい。ふわふわの柔らか。やわふわふわ。これはこれで美味しい。これ中何が入ってるんだろう。中にちょっとカスタードが入ってんだね。
これはこれで美味しい。まだいっぱいあるんですけど、いろいろ何がいいかな。もう一個だけ紹介したいね。これいこうか。なんだろうこれ。金品堂のお菓子だしな。やってみます。あ、これクッキーだね。クッキー、これも一口だね。いただきます。ただのクッキー。バニラロワンのがうまかったね。これがね、ウェハウスみたいなのね。何もかんもが混ざってね、おいしい。どれもおいしい。はい、そういうわけで今日はロワンヌバニラね、から金品堂のクッキーね、だからカスタードケーキいただきました。3種類ね。まあ、どれも美味しかったです。はい、まあ、3時のおやつにはこういうのいろいろ食べるのも美味しいと思います。はい、はい、そういうわけで今日は雨の中3時のおやつをお届けしました。またお会いしましょう。バイ。